はい、みなさんこんにちは。ゆかへんのゆかとすみちゃんです。この間あげた2人はどうやって出会ったのっていう動画のパート1があったと思うんですけども、それに引き続き、まあどうやって仲付き合うことになったのかとか、まあその時の周囲の反応みたいなのも今日は話していこうかなと思います。はい、それではパート2見ていきましょう。レッツゴー。うん、そうそう、そこが本当に初めましてだったし、まあ面接官とアルバイト生、バイトの子っていう立場で出会ったよね。チャドリンさんは、チャドリンさんなんていうの日本語で。ゆかちゃんの第一印象はすごい明るい少女やったんです。あ、こんなにフレッシュフレッシュレモンみたいな酸化マンゴーがあるね。爽やか感があったんですね。すごい本当に若くて、うん、あ、元気な子が入ってきて、あ、うちの事務所雰囲気が変わると思って、うん、それも本当になんか会社によっていい回転、うんうん、本当にいいの。この子はうまいかわかんないけど、うん、一応この子を使ったら雰囲気も良くなるし、みんながなんか、うん、明るくなる。そうそう、そういうのもあるから、ゆかちゃんを。しかもその時もタンバレだったんだよね、うん、ショートだったの。ちょっと太ったよな。ちょっと太ったよね。まあまあそういう時期があって、そうそうそう。でもまあ僕はこんなにブツブツですけど、化粧品の会社やったんです。まあまあまあ、まあ、私のすんちゃんの第一印象は、まあ、緊張してたの。私はとりあえずこの仕事を取りたかったというか、受かってほしかったから、だから頑張ってたから、あんまりこう印象というか、緊張しててあんまりその時の瞬間は覚えてないんだけど、でも多分こういうの言ったらうざって思われるかもしれないんだけど、でも本当に初めの方仕事してて、一緒にウェブデザインしてくれる鬼とすんちゃんと一緒に話してた時に、なんかすんちゃんがふと冗談で、なんかチェジュ島だけど、うんうん、お嫁に来るみたいなことをね、なんかこう言ったの。本当に考えもしないで、なんていうのかな、そうなんだ、そうそう、ただ単に冗談で言って、でその時に私なんかこの人と結婚するかもって思ったの。なるほどね。うん、なんか全然知らないんだよ、遊んだこともないし、ただ職場で会ったことしかないのに、なんかはって思って、いやいやいや変だよ、そんなことありれるわけないじゃんって自分の中でこう思ったのを覚えてる。なんか不思議だった。好きとかではないんだけど、なんかそれがへってなってね。まあね、だからなんか結婚する人よく言うじゃん、ビビッときたとかさ。そうそうそう、でもなんかそういうのあんまり信じられなかったんだけど、その時の感覚がいや、そうだったのかなって今思ったら思います。それがまあチョーディーンさんかな。いいね、第一印象で。いい話ですね。デレデレしてるデレデレしてるやん。仲良くなるきっかけ、きっかけは、一応この子がなんていうか、最初はまあパソコン、そうアバイトだけやったんですけど、うん、マーケティングだけだったよね、うん、最初。でももうちょっと商売もしたいって言って商売そう、なんか売りたいって思ってたんだよね、うんうん、その時。だからほな上で売ってみるとか言って、本当に店で、だから半分はなんかパソコンやって、うん、ちょっと残る時間は上でやったんですけど、うん、なんかいきなり私のことを好きになるから。違う、はい、でもなんかすんちゃんもなんかまんざらでもないみたいな感じ。必要以上なスキンシップがすっごい多かった。スキンシップない？いや、あった、今あった。まあ、なんかこういうのとか、なんかいや、するよ。だからお前ラップなんじゃないよ。とりあえず、つなげつなげ天気っていうか、もちろん会社でも毎日会うから、いろいろ話したりとか、あとご飯食べたりとかっていうのはね、全然あったの。2人でランチしに行ったりとか、時間がね、そうそう、全然あったんだけど、それを抜かしてグッとこうなんか付き合うっていう風になったきっかけっていうのは何ですか？一応引っ越しに来て、うん、いつも同じとこを行くんですから、うん、家も近いから、うん、いつも夜車で私運転、うん、一緒に帰ってポンって下ろして行くんじゃないか。その時なんか車の中でイチャイチャしたね。してねえしてないけど仲良くなってで、なんか2人ちょうどなんか時間があって、うん、次の日2人休み、一緒の休みやって、うん、
ほなちょっと今日夜映画見る？ね、そう映画見る？映画見るってなって、うん、でなんか深夜映画ってあるじゃないですか。そう私たち仕事終わるの本当に深夜映画の一番最後のタイムのギリギリなんだよね、うんうんうん、ギリギリで終われるか終われないかぐらいだったから。でもお店の近くに映画館があったんだよね、でっかい UA っていうところね。そうがあったから、そこの映画の種類は何でもいいからとりあえず映画見に行こうって、うん、結局明日休みだし映画見に行こうってなって、そうで、その仕事をちょっと早く終わらせて、ちょっと急いで映画見に行ったんだよね、うん、この制作者の方にも本当に申し訳ないんですけど、面白かったんです。私たちのスタイルでは全くなかった。私は好きだったんです。生されて僕はちょっと寝ましたんですね。寝てない。初めてのデートなのにね。寝てない、デートっていうか、まあとりあえず映画っていうより、私はそのこれ何なんだろうこれみたいな、なんで映画に行こうって言ったんだろうこの人みたいな、何なんだろうみたいな、これはデートなのか、あの普通の仕事の先輩と後輩の関係なのかっていう、なんかクエスチョンがめっちゃいっぱいあって、なんで普通に映画見に行くじゃん。でも行かない、あなたが変だよ。違う、深夜映画見に行かない。そうで、その映画館に入ってで映画見ようってなったんだけど、まさかのまさかで貸し切りだったのね。その時間にその映画を見る人が2人しかいなかったの、たまたま。でもさ、ミョンドンってすっごい人いっぱいなとこだから、そうそうそう、普通深夜映画も結構人いるんだよね、うん、なのにその映画を見る人が2人しかいなくて、すごかった。それもまたドキドキだったの。入って、まだみんな入ってなかったねって言って、で2人一番真ん中座って、映画始まる、いつ始まるかなっていろいろ話して、そうで、まさか本当にドアがあっちでさーってタン閉めて2人マジでと思って、だってこの子、すんちゃん、どう全部借りたの。なんかそういうのなかったよ。あ、そういう余裕もなかった。なんかもうなんてなってた。人生で初めてのね。そう、だからなんかこれ結構大きい映画館なんだった。もう大きいシアターだったの。そう、だからなんかそういうのもちょっとスペシャルな感じではありました、うん、はい。で、まあそこからちょっと、そう、そこから付き合うことになりました。ありがとうございます。はい。周りの人たちらは、うん、いつも私にゆかと付き合ってって言って、うん、確かに周りがどんどん進めてたよね。そうゆかいいよ、本当にいい女だよ、早くお前の顔で今の状況で付き合うああいういい女はないよって言ってみんなに私に言ったんです。でも私はあのゆかが日本人だし、いつかは帰ると分かったし、だから僕もあの長く留学したことあるので、うん、まあ、そういう経験もあったし、だからいつかは離れる、うん、まあ、みんなそうですけどね、うん、だからそれを思って最初は、あ、ダメなの、もう帰るよ1年でって言って、なんでも今付き合って何すんねん。でなんか、まあ、それがまあゆかがまたあのずっと韓国にいてもいいよって言って付き合ったじゃん、うんうん、で、まあ、おもろいのは周りの人があんな応援したのに本当に付き合って付き合ったよって言ったら、嘘つくなよ、お前の帰って顔で何もない、もう冗談やめて、信じません。信じなかった、うん、みんな信じなかった。ほんまにってお前の顔でって、いけたの逆にって、いやいや応援したのになんでそういうこと言うのとか、みんな信じてなかったです。そうだね、うん、私、はあ、まあ全然可愛いよ。まあだから最初はみんなゆかのことを付き合ってっていうのに、付き合った後はゆかのことかわいそうって、もうなんでゆかダメだよとか。でも確かに、うん、みんな信じてなかったっていうか、そう、みんな信じなかったよ、うん、あの職場恋愛だったから、そのうちらも職場には影響ないようにしようって思ってて、最初の方とかだから言ってなかったよね。なんか秘密で、あ、最初はね、そう、秘密で恋愛、まあ、恋愛とかデートとか行ってたし、誰にも言ってなかったんだけど、それが結構長かったよね。私はその時がすごい辛かった。そう、なんかこうなかったんだけど、なんで他のその鬼たちとかと仲良くなりたいけど、でもなんか秘密にしなきゃいけないことで頭がいっぱいで、うんうん、なんか全然こう話に盛り上がらなかったりとか、そう、あとなんかやっぱり気づいてる人は気づいてたから、なんかそういうので、まあ、陰口じゃないけど上の人と付き合って
でみたいな、なんかそういう視線が あったから、ちょっとその時は辛かったかな。そうそうそう、確かに2人付き合ったら私やっぱ彼女だから、うん、彼女だからなんかちゃんともうちょっとなんか他のように集中してもっと、だから他の人が見たらゆかのこと嫌いになるから、そういうのがやっぱりあったから、まあ、もちろんすごいオパー平等だったんだけど、誰に対してもでもやっぱりなんかなんていうのかな、ちょっとしたことだよね、なんか声かけてあげたりとか、なんかそういうのが多分積もり積もって、女の人とかって嫉妬多いから、うん、なんかやっぱそういうのがあったかなっていう感じだったけど、でも基本的にその会社の会長とか社長さんとかもめちゃめちゃ喜んでたよね。みんな喜んでた、なんかおめでとうみたいな感じだったから、そうそう、すごいそういう意味ではよかったと思うよ、よかったなって思いました。なんか私の人生で一番幸せな時期にしたらその時かな、本当に。いいか、うん、本当。おー、ポイント、タランタランタラン。それでは、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんの参考になったりだとか、まあ、楽しんでいただけたら、すごい嬉しいです。インスタグラムと、Twitter のフォロー、そしてチャンネル登録も、パコホンのフォローも、よろしくお願いします。それでは、次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。アンニョン。アンニョン。チャイチェーン。チャイチェーン。